マっていいな、ユーマ。俺なんかリードしといて一生懸命なんか地味に選んでんのにさ、誰も助けてくれやしない。ユーマっていいな、みんなでそんななんか楽しそうだな。あれミリチャンネルです。はい、分かったんで、これもみんな出よう。あ、もうそう、はい、これで。あ、すいません。あ、まさきさんいいな、ユーマ。一緒にどうですか。やだ、なんでちっちゃい音なんでしょう。え、スティックで叩いて、あ、これこれめっちゃ静か、ね、これいいね。俺も作ったんだぜ。作った、みんなに邪魔になるんだ。変わりは分かんない。はい、そろそろやろう。おはようございます。おはようございます。最終リハでございますね。いや、そんな緊張するようなこと言わないで。ついに最終ザッと頭からいきますよ、ね。うん、どちらでもあのチェックしたいところがあれば、うん、もうこうやってから順番に、あ、順番にやっていきます。はい、じゃあ投資だよ。お皆さんが投資リハをしている間に私から告知がございます。いよいよ明日6月18日より T スクエアコンサートツアー2022ウィッシュの幕が開きます。明日の名古屋公演を皮切りに東京、大阪、福岡へと参ります。ニューアルバムウィッシュの楽曲はもちろん、懐かしい楽曲もご用意しておりますので、幅広い世代の方々に楽しんでいただき、ちょっと休憩して、もう一回通しましょうかね。はい、ちょっと部分的にちょっと部分的にチェックしてから通しましょう。はい、あのベースソロさ、オリジナルよりは長く、はい、倍くらいです。4倍にしましょう。はい、わかりました。ということでベースソロはオリジナル4倍。はい、オリジナル4倍。4倍。2倍で十分ですよ。2倍。お客さん4倍で押しますよ。2倍でしょ。それでは、はい、ではお願いします。お願いします。先ほどは大変失礼いたしました。投資リハーサルを1日に2回も行ったというのは、私がスクエアに入ってから初めてのことでございます。本ツアーへの気合の表れといったところでしょうか。どうでしょうか。最新のスクエアサウンドが楽しめるコンサートツアーウィッシュ、皆様のお越しを心より